じゃあおばちゃん行くぞ。事件があった日は午後1時に詰め所に入った。揺さぶっていきましょう。その時間までスタジオには 誰でも入れたんですか？確かに警備員はいなかったけどね、専門にロックをかけておいたから。スタッフ用のカードキーがないと入れないんだよ。あ、あのカードか。僕も持ってるな。にぼしさんのだけどね。つまり撮影所に関係ない人は入れなかったわけだ。証人が詰め所に入った時スタジオには誰がいたのか。胃袋ちゃんたちは午前中から打ち合わせしていたんだけど。打ち合わせ？殿様と悪代官の対決シーンもね。午前中に大まかな動きを決めて午後は練習時間さ。5時からリハーサルっていう段取りだったからね。だから胃袋ちゃんは午後第一スタジオに行ったわけ。練習時間なのに二星さんは楽屋で昼寝か。のんきなヒーローだな。打ち合わせは午前中だったのになぜ証人は午後から。おばちゃん、ちょっと午前中はその用事があってさ。用事ってなんだ？何の用事ですか？いや、ちょっとさ、答えてください。実はね、見物してたのよ、胃袋ちゃんと煮干しをさ。見物？警備をほったらかして。うるさい子だね。だからちゃんと専門書きかけといたよ。そういう問題じゃないような気がするけど。とにかく胃袋ちゃんの打ち合わせは絶対見ることにしてるのよ。じゃあメスの顔しとる。これだけは譲れないね。いいなあ、私も見たいなあ、殿様の打ち合わせ。霊媒師辞めて警備員になったら。そうしようかなそんな簡単に霊媒の道を捨てられるのか。一時に詰め所に行った。被害者の姿を見ましたか？胃袋ちゃん、あ、見てないよ。おばちゃんが詰め所に戻る前にもうスタジオ行ったみたいだね。それから証人はどうしたか？で、午後5時まではずっと正門のあたりにいた。1秒も目を離さず見ていたんですか？あ、当たり前でしょ、おばちゃんプロなのよ。それとも何、おばちゃんの仕事にケチをつける気？だって昨日は詰め所の中で羊羹を。羊羹食べてでもちゃんと見てたわよ。おととい来やがれ。おととい来やがれ。言ってることが矛盾してるよ。なるほどくん、意義があったらあのおばちゃんに言ってやってよ。とにかく証人はきちんと見張りをしていたと。で、何を見たんですか？胃袋ちゃん事件あったの午後2時半頃でしょう。なぜそれを知ってるんですか？いやね、コートを着た暑苦しい刑事がいるだろう。羊羹食わせてやったら何でも喋ってくれたよ。あ、餌付けしたんだな。プロのおばちゃんに言わせたらダメだね、この刑事は。かわいそうな糸の子刑事。おばちゃんの目の前を通った男がいた。2時ですか？そうだよ。その男とは誰だったんですか？いい年こいてみっともなく慌てるんじゃないよ、あんた。まあ、そへこまないで教えてやるからさ。え、煮干しさんっていうね。煮干しさんを見たんですか？くどいね、そう言ってるだろう。なるほどくん、今がチャンスだね。ああ、この爆弾をぶつけてやるか。おばちゃん何回でも言っちゃうよ。よし、じゃあ爆弾をぶつけるか。これだよね。よし。あなたは昨日から何度も煮干しさんを見たと言ってます。その煮干しさんとはこの写真の男のことですか？ちょっと待ちなさい。なるほどくん、その写真私を見せてください。何ですかこれ。ネオエドシティを守る男、殿様はその人です。おばちゃん、あなたが見た煮干しさんとはこの人物のことですか？決まってるでしょ、誰が見たって煮干しじゃないね、あんた。え、あー、うむ、どんなものだろうか。確かに煮干しさんは殿様の役をやっています。しかし煮干しさんは殿様じゃない。お、分かってるわよ。その商人、おばちゃんと呼ぶには抵抗があるらしいな。この人物が被告人にぼしさんだという証拠はないんですか？やだね、お殿に向かいおっちゃんは。あるに決まってるじゃない、証拠。何？なんで水揚げまで驚いてるんだよ。おば、商人、
していることはちゃんと前もって話しておいてもらいたい。何言ってんのよ。おばちゃんこの写真を刑事に見せてあげたのに、こんなの証拠にならんからいらねえっすって、見向きもしなかったんじゃない。うむむ、みつるきもおばちゃんには肩なしだな。では証言をしていただきましょう。では2回目の証言、写真の男は煮干しである。おばちゃんね、いい加減なこと言うの大嫌いなのよ。午前中スタッフエリアで打ち合わせしたんだけどさ、その打ち合わせの時に煮干しのやつ転んじゃったんだよ。大事な小道具も壊れちゃうし、ちょっと大変だったわね。煮干しも思いっきり足をひねっちゃってさ、この写真よく見なさいよ。ちゃんと写ってるだろ、足を引きずってるところがさ。確かに足引きずってるね。だからこいつは煮干しなんだよ、わかったかい。ふむ、足に怪我をしていたわけですか。ではなるほど、おかん、尋問を。とにかく揺さぶりをかけて情報を探り出そう。おし、新しい証言が来たな。写真の男は煮干しである。おだまり。まだ何も言ってないぞ。言っとくけど、おばちゃんはね、人様に後ろ指さされるような、そんないい加減なこと何一つしてないんだからね。弁護人、頼むからこの証人を刺激しないでほしい。やれやれ。午前中スタッフエリアで打ち合わせしていたんだけどさ、打ち合わせをしたメンバーは誰と誰ですか。殿様の荷星だろ、白大官の胃袋ちゃん、そしておばちゃん。証人は何を。見物見てただけ。スタッフの女の子は。ああ、あの子は大道具の片付けをしてたわよ。あの子打ち合わせは見ていなかったのか。打ち合わせの時、煮干しのやつ転んじゃったと。転んだ。そうだよ、殿様のくせに間抜けてありゃしないよ。煮干しのやつ足をひねっちゃってさ、仕方ないおばちゃんが手当てしてあげたわよ。手当てですか。つばつけてやった。それはそれは。その時スタッフの女の子は。ああ、あの子はずっと大道具を片付けていたからね、煮干しの怪我のことは知らないよ。ふーん、では証言を続けていただこう。で、大事な小道具も壊れちゃうし、ちょっと大変だった。小道具が壊れたんですか。ああ、殿様のスピアがね。殿様のスピア、凶器じゃないか。おばちゃんがね、とりあえずガムテープで修理したんだけどさ。ふーん、それって結構重要なんじゃ。法定記録にメモしておくか。証拠品、殿様のスピアのデータを書き直した。やり方の向き、一度折れたところをガムテープで修理されてますね。煮干しも思いっきり足をひねっちゃってさ。煮干しさん、ひどい怪我だったんですか。動けないほどじゃなかったんだけどさ、とりあえず昼飯食べた後少し楽屋で休むことになったね。それで煮干しさん午後は昼寝してたわけか。とにかく歩くとき足を引きずっていたよ。足を引きずっていた。そこまで。いかがだろうか、裁判長。一つ気になることがあるのですが。なんだろうか。その殿様の着ぐるみは今どこにあるんですか。うむ、それが実はどこにも見当たらなくて、現在捜索中である。ふむ。とにかく証人が見たのは確かに殿様ではあるが、その中に入っていたのは被告人煮干しとしか考えられない。ふむ、そうですね。裁判長が迷っているぞ。とりあえずイギーだよ、イギー。ちょっと待ってください。可能性が高かろうが、殿様は殿様です。証人は煮干しさんの姿を見ていない。まあ、弁護人の言う通りですね。それにこの写真の人物の他に犯行のチャンスはなかったのかという問題もあります。ではその点を明らかにしてお目にかけよう。証人、続けて証言をしていただこう。任しておきなよ。お、さっきの証言は間ね、特に突きつけるっていうのなかったですね、証拠品を。事件当日について続き。イリコロちゃんが死んだ時間は午後2時30分だったよね。その時間までにおばちゃんが見た人間はこの煮干しだけだよ。他には誰もスタジオへいたやつはいないんだ。もしいたらこのおばちゃんが見ているはずだからね。ふむ、もしスタジオに向かったのがこの人物だけならば、この殿様こそが犯人ということになりますが。ではなるほど、おくん、尋問を。よし、
リバカお邪魔しの時間は午後2時半。なんでそれを知ってるんですか？あれさっき言わなかったっけ？今度北刑事にさ、羊羹食わせてやったのよ。そしたら秘密っすよとか言いつつ全部喋ってくれたわ。糸の子刑事は羊羹がお好きか。え、おばちゃんが見たにはこの煮干しだけ。間違いありませんか？ああ、ないね。怪しいやつは取らなかったよ。怪しいやつね。他には誰もスタジオ行ったやつはいない。おばちゃんが詰め所に入る前はどうですか？午後1時より前のことかい？その時はみんなスタッフエリアにいたからね。専門は鍵かけちゃってたから誰も入ってこられないし。それにさ、おばちゃんが見てるはず。絶対ですか？証人はすでに答えている。スタジオに行くには証人の目の前を通るしかないのだ。そうだよ、もっと言ってやってよ。みっちゃん、みっちゃん三つ剣だからか。あのおばちゃんもよく言うよね。まあ勘違いと思い込みはおばちゃんのトレードマークだし、ついでに物忘れも。やだよそんなの。自分の未来の姿を重ねているみたいだな。イブコお邪魔しの時間は午後2時半。だってここは突きつけていかないといけないぞ。おばちゃんが見た人間は煮干しだけなんだけど、カードキー除名図。なんかさ、あのね、なんだっけ、スタッフの女の子が人の気配を感じたって言っていたのもあるし、あとこれだよね、午後2時2人目って、ここがちょっと気になるよね。やっぱこれかな。お、来た、イエイ。ちょっと待ってください。もう一度この写真について確認させてください。これはスタジオに通じるゲートのカメラが撮った写真ですね。ああそうだよ。誰かがここを撮るとカメラが自動的に写真を撮るんですね。よく知ってるね。そして写真のデータは詰め所のパソコンに記録されます。あんた文字で働くかい？この写真はそのパソコンでプリントアウトしたものです。裏に10月15日午後2時2人目と書いてあります。そりゃあんた午後2時に撮った写真ってことだよ。そんなことは分かっています。問題は2人目の部分です。2人目。パソコンには写真のデータはこれ1枚きりでした。それならばこの写真には1人目と書かれていなければおかしい。そうだそうだ、静粛に。なるほど、くんどういうことですか？僕の方が聞きたいですね。この証拠品は2人の人間がスタジオに行ったことを証明する。しかし写真のデータ1枚しか残っていない。そのデータを消したのはおばちゃんしかいない。おばちゃん知らないよ。おばちゃんあの部屋にもしか見てないんだからね。しかしゲートのカメラは2人通ったことを示している。まあそういうことになるね。どういうことですか証人？おばちゃんに聞かれても。ちょっとみっちゃん助けてちょうだいよ。勘弁していただく。私も知りたい。はん、可愛げのない子だよ。子供、どうしましたか証人？そうだった。おばちゃん思い出しちゃったよ。もしかしてこの殿様の他に誰か通った人がいたのですか？まあそういうことになるのかね。おー、ついに2人目の存在明らかになるかな。ふう、やれやれ。では証言を。よし、もう一人の人物のこと。おばちゃん、その日の警備が終わるともう一仕事あるの。パソコンに記録された写真をチェックするんだけどさ、怪しくない写真のデータをおばちゃん消しちゃうのよ。そういえば事件の日1枚消した覚えがあるよ。なんで言わなかったんだ今の。今までこんにゃろ。証人、そんなこと初めて聞いたぞ。そりゃそうでしょ、今思い出したんだからさ。とにかく、なるほど、軍人も。なんかまたすごいことになってきたね。おばちゃんがもう、なんかもうネタ集しかしない、本当に。一仕事。そう、その異性門前を撮った人間を全部チェックするの。ゲートのカメラが撮った写真のデータもきちんと見えるわよ。写真のデータはすべて保存しておくのだろうか。一
応そうするように言われてるんだけどさ、それじゃあややこしいでしょ。怪しくない写真を出たおばちゃん消しちゃうと。あ、怪しくないってどうやってわかるんですか。そんなの顔見りゃわかるでしょ。大体大体って殺人事件なんですよ。だから怪しい荷物の写真は残しといたらいいでしょ。いいのか。事件の日1枚消した覚えがあるよ。その消した1枚には誰が写っていたんですか。ファンだよ。ファン？殿様のさ、熱狂的なね、リハーサルの情報どこからか仕入れてきて、うろちょろそう連中がいてね、あの日も一人。ちょっと待ってください。さっき証人はこう言ったはずです。発映所の専門には鍵をかけたから誰も入ってこなかった。いやね、スタッフエリアにさ、排水溝があるんだけど。あ、そう、あそこね。あそこ金網が外れちゃっててね、あれ外に繋がっててさ、あそこから入ってくるんだよ。あんなところから入ってくるんですか。言ったろ、相手は熱狂的なファンなの。それに子供だからね。子供。じゃあおばあちゃんが消した写真に写ってたのは男の子だよ。小学校 2,3 年生ぐらいの。静粛に。もう一度確認します。あの非常人の目の前を通ってスタジオに向かった人物は2人。一人は足を引きずった殿様、そしてもう一人は小学 2,3 年生の男の子。そうだよ、いつものことでさ、おかげで息子まではしない。小学 2,3 年生の少年か。狂気の殿様のスピアを扱うのは無理だろうな。無理でしょ、あれは結構重いですからね。関係ないだろ、事件とは。だからおばちゃんデータは消しちゃったんだよ。ねえ、なるほどくん、どういうこと。犯人の候補がもう一人登場したんだよね。そして今早くも退場していくところだ。ここで5分間の休憩を取ります。弁護側、検察側ともただいま明らかになった事実を検討していただきたい。お、休憩になった。よし、午前11時8分ニボサブさん。はい。本当に楽屋にいたんですね。スタジオには行ってませんね。あの、行ってません。その、寝てました。じゃあ写真に写っていた殿様は誰なのかな。知りませんよ、そんなの。殿様の着ぐるみは楽屋の隅に置いておいたので、持っていこうと思えば誰でもできたと思いますけど。なんか不用心ですね。まさか着ぐるみなんか盗む人もいないと思いまして。まあ一般的に考えればそうだよな。あの、僕どうなんでしょう。かなりヤバいと思いますよ。ええ、今のところ犯人はあなたしか考えられませんから。そんな、どうするの。なるほどくん、とにかく時間を稼ごう。荷星さんの他に犯行が可能だった人物を無理やり指摘するんだ。はったり。そうか、それでこねて明日まで判決を伸ばすんだね。そう、指摘を間違えると多分アウトだ。なんか苦し紛れに聞こえますね。いや、実際紛れもなく苦しいんですよ。あ、なるほどくん、時間だよ。じゃあ行こうか。ふぅ、ため息をつかないでください。適当に指摘するって。引き続きおばちゃんの尋問では審理を再開します。三剣検事、意見をどうぞ。検察側の意見は簡単だ。状況は何も変わっていない。スタジオに行った2人目の人物は10歳ぐらいの少年だった。確かに写真は決定的な証拠にはならないが、他に犯行が可能だった人物はいない。荷星三郎に有罪判決を。ふむ、ではなるほど、弁護士、意見をどうぞ。弁護側の意見は検察側とは違います。犯行が可能だった人物は被告人の他にもいました。静粛に。それは面白い。早速聞かせていただきます。ただし、関係ない人物を犯人呼ばわりした場合、それなりのペナルティ与えるので、そのつもりで。しっかり釘を刺されてしまった。これ誰だろう。スタッフの女の子、小学生の男の子、おばちゃん。小学生の男の子はないよね。スタッフの女の子かな。
それはスタッフの女の子です。殿様の着ぐるみは煮干しさんの楽屋にあった。それを盗んで煮干しさんになりすましたのです。写真の殿様の中身はスタッフの女性だと。その通りです。本気で言ってようとしたら大した度胸だな。写真を思い出してみたまえ。殿様の足を削っているな。う、嫌な予感。煮干しの怪我に関する証言を思い出してみたまえ。打ち合わせをしたメンバーは煮干しと胃袋ちゃん、それにおばあちゃん。スタッフの女の子は？ああ、あの子はずっと大道具を片付けていたからね。煮干しの怪我のことは知らないよ。スタッフは煮干しの怪我を知らなかった。したがって彼女が煮干しになりすましたとしたら、この写真のように足を引きずっているはずがない。ぐわー、完全に一本取られたね。ちょっと待って。え、でも男の子はないでしょ。だっておばちゃん本人か。おお、おばちゃんか。警備をしていたおばちゃんですよ、もちろん。なんだって。この写真の殿様は足を引きずっている。つまり午前中の打ち合わせに星さんが怪我をしたことをこの人物は知っていたことになる。あ、そっか。被害者と二星さん以外にその怪我をしていたのは一人、おばちゃんしかいません。静粛に。そうなんですか、おばちゃん。激安子おばちゃんって呼ばんじゃないよ。おばちゃんは正門の前で一人で警備をしていた。逆に言えばそれはアリバイがないということです。少しの間持ち場を離れ、殿様の着ぐるみを盗んで殺人現場の第一スタジオに行くことができたはずです。なぜわざわざ着ぐるみを着たんですか。簡単なことですよ。ゲートのカメラに写真を撮られないようにするためです。着ぐるみを着れば煮干しさんに罪をかぶせることができる。なるほど、見事な推理です。よしよし、大成功だな。ニコニコ。おかしいな、いつもならこの辺で三剣のやつシャキーンと異議を申し立てるはずなのに。いかがですか、三剣検事。今のところ昨日聞いた異議が思いつかない。ちょっとどういうことよ。みんなおばちゃんが犯人だって言うの。みーちゃん、黙ってないで助けなさいよ。さてどうする、お家をかけておくか。あ、かけますか、お家を。煮干しさんを犯人とする根拠はそのままこのおばちゃんにも当てはまります。どうしておばちゃんが胃袋ちゃんを。動機が不明という点では煮干しさんも同じでしょう。その通りですね。これでおばちゃんも容疑者の仲間入りだな。ちょっと気の毒だけど、煮干しさんのためだ。待ちなよ、あのスタジオに行ったあの一人はどうなるんだい。おばちゃんが写真のデートを消しちゃった子供さん。でも小学校 2,3 年生の少年なんでしょ。関係ないね。おばちゃんその子にはもうお父ちゃんにも負けなかったよ。いかがですか弁護人。その少年は犯人ではありません。何言ってんだよ、子供だからって差別は良くないと思うね。おばちゃんは証拠もあるんですよ。なんだって。え、少年が犯人ではないっていう証拠。え、足を引きずってる、やっぱこの写真が。いいですか、凶器は殿様のスピアです。そしてその凶器はこうして写真に写っています。少年にスピアを入手することは不可能です。なるほど、どうですか証人。さすがに返す言葉もないみたいだな。本日の審理はここで中断したいと思います。検察がこの証人、名前何でしたかな。大花逃がしだったと記憶している。検察がおばさんの取り調べを行うように。では本日はこれにて閉廷。あ、終わった、マジか。ちょっと待っとくれよ。あ、そこまで言われちゃ黙ってらんないわね。おばちゃん喋っちゃうよ。あのおばちゃん、まだ喋る気なの。証人、どういうことですか。何か証言していないことがあるのですか。実はおばちゃんね、口止めされてたことがあるのよ。口止めですって。
一体誰に。あれ、みつるぎじゃないのか。とにかく証言をしなさい。よし、ということで、じゃあ今回ここで終わりにしておこうと思います。ではね、次回このおばちゃんの秘密兵器ですよ、証言ね、聞いていこうと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。